それではお米を研いでいきたいと思います。さあ、研ぎつつ実は無洗米ラクチンフライドポテト薄味、全然今回は料理って感じではないですけどね、出来物のやつばかり使っておりますが、袋に取り出してレンジで3分取り出します。このポテトを、ベーコンで巻いて、そこで、その後海苔で巻いていくっていう、ベーコンポテトをベーコンで巻いて海苔で巻いていくっていう、あの じゃあポテトを温めていきます。温まりましたので、ベーコンで巻いていきたいと思います。ベーコンで巻いて、焼いていきたいと思います。そうですね、なんかさっき、オーディエンスから突っ込まれたんですけど、このポテトを巻いてどうやって止めるのかということを言われて、私全然考えてなかったんですけどね。でもまあ、いざ試してみようと思います。巻く、巻いて、やっぱ止まらないですね。まあ、うん、それはそうですよね。うん、でもこの後、海苔、後で巻いた方がいい？海苔も一緒に焼くんですか？海苔も一緒に焼くと、じゃあ巻いたらいいですか？使わないかな。まあ、試行錯誤ですね。うん、試行錯誤のニャルコ弁当頑張って作っていきますよ。これでこうやって、まず足りてないですよね。それ絶対中身多すぎると思うんですよ。一本抜きます？一本でいいと思うんですよ、入ってるのは。一本でいい？ベーコンの長さ出てる。いや、海苔が足りないです。餃子みたいに指濡らして止めたらいいんじゃないですか。やってみます。ちょっと指を濡らしました。ちょいちょい、あ、いかにしちゃいます、いけますよ。これで焼いていきましょう。はい、今はとりあえず3本作ります。よし、ほらほら、なんか料理っぽいですね。はい、では、ベーコンの磯辺焼きを焼いていきたいと思います。だーん、焼いていくぞ。このベーコンの再現率、私的にはすごい再現率高いと思うんですけどね。まあ、焼けました。チンジャオロースを作っていきたいと思います。これも宇宙食品のチンジャオロースの元ですね。便利ですね、宇宙食品は。で、まあ、赤パプリカと、ピーマンですね、これを混ぜて炒めるだけで作っていくというやつです。
というわけでチンジャオロースが出来上がりました。たくさんウインナーを作っていきたいと思います。お弁当用ウインナー、もうたくさんウインナーにしてくれと言わんばかりのウインナーですね。ほんま小さい、ちっちゃいね。これなんか足8本やってないですね。足4本っていいのかな。え、8本じゃないんですか。あ、4本ですね。4本で、これで8本は無理ですもんね。頑張りましょうよ。ボロって落ちると思うよ。やってみる。やってみるけど、ウインナーと心を一つにすれば OK です。8本は無理と思うんだけどな。やってみよう。そこまで、いけるんじゃないですか。いけるね。いける、いける。いける、いける。いける、いける。いけるな。よし、じゃあ8本目指します。ちなみに調理しております、私。普段料理いたしません。知ってます。このウインナーの赤さがいいですよね。食欲を誘います。赤身が残ってる方がいいから、焦げ目つかない方がいいですよね。あんまり火を通しすぎない方がいいかな。だいぶタコが見にくくなってきました。焦げ目がついて、お皿ないですよ。このピンク色の正方形のお弁当箱が売ってなかったんですよ。正方形はないと思いますよ。正方形のお弁当箱売ってなかったもんで、仕方なしに長方形の、まあ、なるべく長方形のこう尺が長くないピンク色のタッパーを買ってきたんですが、だいぶ深かったんで、そのまま乗せると具が沈んじゃうんですね。具を2段階に乗せるのはちょっと美しくなかろうということで、もう優秀なる美術スタッフが上げ底してくれました。いや、多分できなかったんじゃないかと。まだ待とうって言ってもこう工作っていうやばい。料理とはって言ってて、あの、見たら後映してんの。いい匂いします。それではここで、このお弁当に、具を詰めていきましょうね。だし巻き。宇宙だし巻きです。だし巻きチートすぎるでしょこれ。最終回はとりあえず詰めますよ。私も見てみたんですけど、いかんせん時間がすごくです。ポテトサラダ遅い。ポテトサラダも作れたでしょ。ポテトサラダは時間短縮というか、時間短縮ですか。時短です。プチトマトのサラダですね。ちょっと入らないな。真ん中の奥がタコさんウインナー、これもなんか5匹ぐらい入ってたと思うんですけど、これも5匹入らないですね。3匹入って、まあカニ入れときましょうか。再現の。カニ入れて、はい、タコさんウインナー入りました。できてるんかな。シュウマイ2個、で、まあとで豆ご飯を作っていきますけど、塩塩と
ちゃんとグリーンピースも乗って応えるあの唐揚げですけど、何の肉かわからない唐揚げです。これもはみ出るな。まあ一応こう突っ込みますよ。どうも入りました。コロッケもこれ3切れ入ってると思われるんですけど、3切れ入らないな。3切れ、そこださん、うん、切らないとダメだね。これ3分の1カットして、あ、潰れる。3分の1カットして、で、あー、チートや。こういう、こういう感じだね。何か巻き、はみ出てます。その結構今こういう状態なんですけど、結構チョイスしないとダメですね。これはうまいこと詰めていかないといけません。チンジャオロースを入れていきます。入らない、入らない、よし、はい、入ってください、お願いします、はい、入ってください。これ角丸長方形だから角が安定しないんです。はい、完璧な四角じゃないから、そ、押しやられたコロッケが3切れに見えない。そんなこんなでニャルコメント具の部分が完成しました。ご飯が炊き上がりました。ニャルコはなぜかご飯のパートは、豆ご飯なんですね。豆入ってるんですか。これ今まだ豆入ってないです。後で豆置いていきます。豆入れてダメなんですか。豆入れて炊いても良かったですね、そういえば。全部入りきりました。これはちょっとまひろくん食べるのお腹いっぱいになっちゃいますね。豆ご飯を今作ってます。なんか種まいてる気分です。